こんばんは、日常演舞です。本日は北海道が恵みペンギンベーカリーのパンと惣菜いろいろ買ってきたので食べてみたいと思います。パン屋のに惣菜、もしかしたらあなたはそう思ったかもしれませんね。私もそう思いました。本当にあるんですよね。今見てもらったと思うんですけど、というわけでまずは北海道の唐揚げザンギから食べていきたいと思います。どいかーい。本当にお店ではこれを挟んだハンバーガーも売ってましたが、今回私はザンギの味を直接感じたいのでザンギにしました。ではいただきます。ものすごく大きくて、大きくって開けても一口で入らないぐらいでした。では一人で食べるのに苦労するので、続きましては北海道民が大好きな冷凍ネギのパン。冷凍なんですか。どんな味なのか、製造は割としやすいんですけど、食べてみたいと思います。ではどうぞ。卵のまろやかな旨味が口の中でもっつりとした食感のパンとともに出てきました。まさに朝食に食べたくなるパン。ではチキンナゲット、パン屋さんにチキンナゲットが出ましたけど、唐揚げはさっきに話したように挟んだりもしますけど、チキンナゲット挟むってあんまり聞いたことない。なのであえてチキンナゲットで出したんでしょうか。ではいただきます。モロメプらしさで買ってみたのですが、ダメだ、ふっくらとしたチキンの旨味が広がってくる美味しいチキンナゲットではあるものの、わざわざパン屋さんで買ってみるほどではないか。まあ当然的な話なんですけど、そのペンギンベーカリーの近くにマクドナルドがあるので、単にチキンナゲット食べたいだけだったら明らかにマクドナルドの方がっていう気もします。じゃあまずくはないんですけど、わざわざ買うほどではないかと思います。で次はこちら、北海道のソウルフードだというちくわパン。本当なんだこれ。もうさっきのベーコン演舞に引き続き、もし視聴者のあなたが北海道出身あるいは在住であれば、コメントでそれ本当ですよ、いや違いますよって教えていただけると嬉しいです。ではいただきます。中に挟まっているツナサラダの相性はバッチリで、もっちりとした食感のパン生地とよく合っていました。ソウルフードかどうかは私には分かりませんが、食べてみる価値はあると思います。で続きました、北海道産じゃがいものフライドポテト。小麦だけでなくじゃがいもとしても恵みがやってきてくれてます。パンにフライドポテトはあんまり合わせるイメージがないです。なので次のセットどう気になって買ってみたんですが、果たしてどうなのか。ではいただきます。口の中で旨味をぶわっと広げてくれます。先ほどのチキンナゲットと比べると、ジャガイモがホクホクしていて、マックスポテトのカリカリとはまた違った美味しさの中でぶわっと広がってくるので、ポテトがお好きなのであれば吸ってみる価値ありです。続きまして、こちらの肉まであって肉とか書いてましたね。こちら塩玉とはまた違う、どうでしょうか。確かに見た目はちょっとなんて言ってるのはパンっちゃパンなんですけど、果たして味はどうなのか。開けたいんですけど、万が一ちょっと当たれると嫌なので、もうこのまま行きますね。では、中華まんよりも外側の生地がもっちり、そして少し甘めになっている。さらに大きく食べ応えもあるので、中に入っている塩気の旨味たっぷりの肉あんとの相性が中華まんよりもより強く感じられる。なんだろうな、中華まんだとちょっと大きさが物足りないなとあなたが思っているのであれば、ペンギンベーカリーの肉ぜひ食べてほしい。復帰は焼きそば屋台風。今年は街に行けなかったんだよな。たら焼きそばで屋台の気持ちをって言いますけど、プリアで焼きそば、焼きそばパンは分かるんですけど、それを単体で出すってどうなんでしょうね。ではいただきます。良くも悪くもシンプルにソースの効いた濃いめの味付けである焼きそば。なんでのな、焼きそばパンの焼きそばをそのまま出しているという言葉のな、やっぱりどうしてもソースが濃いので濃い味がお好きなのであればおすすめできます。あっさりした焼きそばが好きなのであればかもしれません。いただきましては、北海道産じゃがいものストロッケ。ストロッケも結構パンに挟まっていること多いんですね。ではそんなパン屋さんが作ったコロッケは単体で食べても美味しいのかな、試してみましょう。ちょっとピントが、噛んだ瞬間にジャガイモのホクホクとした食感とともに甘さが広がってきた。不思議なことにコロッケで甘さってなかなかない気がします。どうしてなんでしょう。だけど甘さがあってフライのこれとはまた違った美味しさが感じられるのがいいのかです。ラストはこちらのアンパン、北海道産の小豆と小麦をふんだんに生かした
まさに恵みとも言えるし、アンファンが出てるし、が果たして今ファミは結構ぎっしりあんが入っていますね。締めとしていただきます。外側のパン生地が意外としっかりとした歯ごたえがあって、噛むたびに中に入っているあんこのさっぱりとした甘ぶもに適度な歯ごたえも感じさせてくれて美味しかったよ。なんて言ったらいいな。さっぱりとした中にもしっかりとした味を主張があるパンと言えるかもしれないね。で、今回食べた中だと一番リピントはごちそうさまでした。最後に食べたあんパンですが、外側の生地がしっかりとした歯ごたえがあり、中に入っているさっぱりとしたあんこを噛むために口の中に入れて力を入れると、外側の生地は程よい歯ごたえを出していて美味しかった。最初にあっさりとしてる中にもしっかりとした主張のあるパンチを効かせてくれるあんパンと言えるかもしれないですが、今回食べた中だとパンの旨味がじわっと広がるもっちり生地と相性のバッチリな味わいが一番自分の中で好みだったので、代表として5点とさせていただきます。とお知らせなんですけど、ただいまペンギンベーカリーさんでは国内50店舗展開を記念して、メロンパンは 50% オフの95円で買えるというキャンペーンをやってるんですね。本当は自分も買いたかったんですけど、残念ながらお店に行った時には休日でやったんですよね。いつ出てくるかもわからないので、いつまでも誘いに待ってるわけにいかないということで、今回は別のパンにしました。いつかリベンジしたいと思います。他にも人気商品いろいろあるんですけど、ポテトパン売り切れてたんですよね。残念ですが、今回食べたパンも美味しかったので、あなたにもぜひ北の恵みを食べていただきたいです。というわけで、本日はペンギンベーカリーのパンと惣菜をいろいろ食べてみた動画でしたが、あなたは何か気になる商品ありました？もしあったのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。